はい、ちくわです。今回はマインウォーズというゲームをご紹介します。こちらのゲームは超シンプルなね、マイニングゲームとなっておりまして、プレイヤーは1日に数回、クリックをするだけで、シルバーを採掘しまして、そのシルバーを MZ トークンというゲーム内トークンに変換できるというゲームになっております。ですので NFT ゲームをね、プレイしたいけども時間がないという方にぜひお勧めしたいゲームとなっておりまして、でこちらのゲームはね、2023年の第4四半期にリリースを控えているようですけれども、まだねリリースはされていないようですけれども、現在ねプレマイニングイベントというものが開催中でして、先行してねマイニングができるようなので早速プレイしてみたいと思います。はい、こちらがねマインウォーズの公式ホームページになってまして、ここかな、こちらからプレマイニングサイトというところに移動します。で、そうしますとこちらねサインインウィズグーグルというところから、自分のねグーグルアカウントを持っていればすぐにねプレイが可能です。なのでまずはこちらをクリックでね、ニックネームとかを入力して、すぐにねログインができました。であとね、なんかこうお友達のね紹介コードみたいなのがあったんで、私もねちょっとこの紹介コードがあるのかちょっと確認したんですけども、ちょっとね見当たりませんでしたね。まあ、ちょっとその辺は後ですみません確認しておきます。でですね、今私は5404シルバーを獲得してまして、これはね今1回だけプレイをしてこのね5404のシルバーを獲得しました。で、これはね1日に1回採掘ができまして、最大で1万シルバーまで獲得できるという感じみたいですね。では早速タップして採掘していきます。こちらからタップで、全部でタップは30回できるですね。なんでこうどん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 ねこう採掘をしていくと、でこれだけで本当にねもう1日のね作業は終わりなので非常に簡単です。さあこれで30回終わりましたと。でクライムリワードということで、さあ今回は6154のシルバーを獲得しました。はい、これでねもう終わりです。ではね6100いくつだけがこちらにね反映されました。で先ほどね1日に1回とは言いましたけれども、これまたあれかな、4時間7分後にもう一回採掘できるのかな。まあ、なのでね、まあこの時間が経過してからもう一回採掘はできそうですね。本当にね、これだけで作業は終わりなので、非常に簡単です。はい、でもあとはねやることがないので、一旦ね公式ホームページの方に戻りますけれども、でね、このマインウォーズはプラットフォームとしてね、iPhone と Android でもプレイができますよというゲームになってまして、スマホでね、気軽にマイニングができるというゲームになっております。で、先ほどね、ご紹介しました、30回だけね、クリックをするゲームは、一応ね、プレマイニング用の専用のね、ゲームになりまして、まあ、あれはね、正式なゲームではないようですね。なので、正式なね、ゲームがリリースされますと、まあ、こんな感じになりまして、普通にね、こう、マイニングをする方法もあるんですけれども、なんかね、こう、戦闘とかもできたり、あとはね、他のプレイヤーから、こう、資源を奪うというようなこともできるみたいです。まあ、なのでね、さすがに30回タップして終わりという感じのね、味気ないゲームではないので、そこは安心してください。で、まあ、鉱山を設立するということで、マインウォーズの世界で採掘権を確保し、鉱山をアップグレードしますと。こういうね、こう鉱山をね、どんどんこうアップグレードできるという機能があったり、他のね、プレイヤーから略奪をするとか、鉱山資源。で、本編では、ゴールドを採掘するのかな？で、採掘したゴールドを MZ トークンと交換できますよと。で、採掘をするために、このね、PEP。PEP ってなんだろう？まあ、このキャラクターかな？の NFT をアップグレードできますよと。なので、このね、採掘するキャラクターをアップグレードして、効率とかを上げられるのかな？とかね、そういう、ま、機能もありそうですね。はい、で、こちらがね、ホワイトペーパーになってまして、プレマイニングイベントということで、
シルバーをね、獲得できて MZ トークンに変換ができますよと。でこちらのゲームでは始めるときにね、友達の招待コードを入力すると、3万だっけな、そうですね、3万シルバーを獲得できるということのようですので、ぜひね、使ってみてください。で、こちらのゲームは現在は、まあ、約ね、アカウントが9万ほど作られているということですので、まあ、約ね、9万人ぐらいがプレイしているという感じみたいで、まあね、それなりにユーザーが増えてきているという感じですかね。で、こちらのゲームがね、実際にリリースした場合のゲームの内容としましては、まあね、先ほどご紹介した通り、こういう工業ですね。で、こちらの鉱山というものはおそらく NFT になるっぽいですね。で、このね、鉱山をどんどんアップグレードして、マイニングのパワーを高めていきますよということができるようで、でただ、鉱山を所有していなくても、マインウォーズは鉱山を所有していないユーザーのための別のモードを備えておりますよということで、鉱山をね、持っていなくても、まあ、プレイはできるという感じみたいです。でね、先ほどご紹介しました攻撃ということで、お互いのリソースを盗むことができますよというものがあったり、あとはね、探検というものがありまして、ミステリーボックスを入手できる機能ですよということで、でおそらくね、まあ、こういうひよこ、これはひよこかはね、わかりませんけども、まあ、こういうね、キャラクターを おそらくね、探検に行かせるという感じで、待つだけで、多分ね、いろんな資源とかアイテムを持って帰ってきてくれるという感じみたいです。で、他にもジャックポットというものもありまして、ちょっとこちらはね、まだカミングスーになってますね。で、NFT の使用ということで、PEPNFT を所有している場合は、マインウォーズの世界で使用できますよ。で、PEP って今ね、調べたんですけれども、PEP というのは、ツイッターとかのね、アイコンに自分の所持している NFT をね、設定することを言うようで、まあ、なのでそういう NFT を所有している場合は、マインウォーズの世界で使用ができますと。まあ、これはね、どういう感じでちょっと利用できるのかはちょっとまだわかりませんけども、まあ、こういうね、ゲームとかをね、横断して、NFT を使用できるという感じみたいですね。で、他にもね、NFT は、バディ NFT というものと、の NFT というものとね、マインウォーズネイティブ NFT という、ね、3種類の NFT があるようです。ただこちら全部ね、カミングスーになってますね。はい、ということで、時間がない方でもね、気軽にプレイができるマインウォーズご紹介してきましたけれども、まあ、非常にね、シンプルで、パソコンのね、インストール不要で、ブラウザまでもプレイができますし、iPhone やね、Android でもプレイが可能なので、で、さらにね、現在は、プレマイニングイベント中ということで、無料でね、トークンを稼げるチャンスですので、ぜひね、この機会に始めてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。